はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つば太郎です。今回は、このシャア77かな、シャア77かもしれないですが、このドラゴンを使って、確定無効貫通9コンボ盤面の作り方をね紹介したいと思います。まあ早速やっていきましょうか。まずね、花火打ちます。で、花火打ってこのドラゴン打ちます。でね、7の形に作られるんで、この不動明を打ちます。はい、で、あとはね、簡単、ここどこかしらのね、まあ光を持って縦に組んで持ってきて、これだけです。これだけで、はい、で不動明王の2コンボ加算で9コンボ確定盤面が作れるっていう感じです。はい、てなわけで、この新キャラなんですけれども、今来ているダンジョンのスペシャルダンジョンですね、デザインコンテスト記念ダンジョンで、落ちますので、こいつはね、ぜひ確保しておきましょう。というか、この5体まあ軒並み優秀なんで、まあ、取っといて損はないというか、もしかしたら使う場面があるかもしれないので、怖い人はね取っておいた方がいいと思います。まああわよくばスキル上げもしたいところですね。はい、てなわけで、ちょっと大変短い動画ですが、本日の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。それでは。